近物騒だから護身用にと防犯グッズを買ってもらったの。ただ実際にどのくらいの効果があるのかはよくわからないのよね。ちょっと待って。ちゃんとこのスプレーで暴漢を撃退できるかどうか確かめさせてちょうだい。やー、くそ、こいつら毎度毎度俺をコケにしやがって。間の抜けた顔でボーっと突っ立ったままで本当に頼りにならないクズなんだから。なんで俺はここまでされて抵抗できないんだ。想像以上に鬼ヤバ。オノーラさん、これ長居してると面倒なことになるんじゃ。そうね、面白いものも見られたし、もう行きましょう。俺をこんな目に合わせておいて、こいつら待て、待つんだ。なんだ、何、体が動かない。息が、できない。動ける。リッカさん、どうしたの。早く行きましょう。ええー、分かってるわ。ひどい目にあった。しかし、なんで代理監督なんて。俺が水着姿の女子になんて近づいたらセクハラだなんだと言われるに決まっているのに。クソ、あのメスゴリラ、分かってて俺に押し付けやがって。とはいえ、要請を断るなんてできないしな。早く泳ぎたい。君は初めて見る顔だよね。新入部員かい。今日は相馬先生の代わりに監督していただけるとのことで、ありがとうございます。ああ、いや、いいんだよ。それよりも君、どこかで俺と会ったことある？すみません、多分先生とは初対面だと思うのですが。ちょっと、何ですか、いきなり。弓原さん困ってるじゃないですか。弓原さん、この人は相手しなくていいから、行こう。まさか一目惚れってやつ。それはどうだろうとなら、何発でも犯しまくってやりたいと思う我ながら、今のはちょっと危ない思考だったな。やばい、さっきのスプレーの影響がまだ残っているのか。先生、大丈夫ですか。ずいぶんうなされていたようですけど。あ、いや大丈夫。でもなんでここに。あ、これ持っていくように言われて。ああ、ありがとう。そこに置いといてくれる？はい。あのさ。はい、何でしょう。やっぱり君は俺と前に会ったことないかな。すみません、やっぱり私には先生と会った記憶がありません。私は地元からこちらに来たばかりなので。その地元って？北海道の登別ってご存知ですか？俺の地元も同じ登別だよ。俺がこっちへ来たのは5年くらい前なんだ。え、そうなんですか。でも5年以上も前となると、私もまだ子供でしたし。ご家族に君に似た人は？あ、それでしたら姉が。お姉さん？はい、私には一回り近く離れた姉がいまして、両親や親戚が言うには、今の私の外見が学生時代の姉に瓜二つなんだそうです。先生とも年齢が近いですし、もしかしたら先生が会っていたのは地元にいた頃の姉だったかもしれません。なるほど、そうなのかもな。そのお姉さんと君は仲がいいのかな？いえ、姉は私がまだ子供の頃に急に家を出て海外に行ってしまっていて、ずっと顔を合わせていないんです。そうか、じゃあやっぱり夢で見たあの子は、そしてあの夢の中の俺こそが本当の。そうなのか。じゃあもう一つ確認したいんだけど、君はどうしてわざわざ地元を出てこの学園に転校してきたんだ？それは両親が姉のいる海外に行くことが決まって、でも私はまだ学生だからって国内に残ることになったんです。それで寮のあるここに入るように言われて。じゃあ俺がこの学園に勤めていることはご両親は知らないんだね。もし知っていれば、間違っても佐伯をこの学園に編入などさせなかっただろう。先生は私の両親のことをご存知なんですか？ああ、
運命のいたずらというやつか。神様ってのがいるのなら粋なことをしてくれるものだぜ。ご両親のこともお姉さんのことも知ってる。なぜ故郷を去ったのかも。え、本当ですか？ああ、聞きたいかい？はい。家族に聞いても詳しく話してくれなくてずっと気になってて、ご存知なのなら教えてほしいです。いいとも。ただこれは結構重大な秘密でね、話すからには見返りが欲しいんだ。見返りですか？まさか金品の要求を？いやいや、そんなものは要求しないよ。男が女に求めるものなんて決まってるじゃないか。え？今たっぷりと見返りをもらうぞ。スカートめくれ。やめるのか？これじゃあお姉さんの話はできないな。ふざけないでください。ここまで人をもてあそんで。また体が勝手に。まだ話が。なんで？話が聞きたかったらまた来るといい。それにしても久しぶりに満たされた気分だ。もう何年もこんな気分を味わっていなかったな。明日が待ち遠しいぜ。いやいや言いながらしっかりついてきてくれて。君はあれかな、ツンデレというやつか？そんなのじゃありませんし、ついてきたくて来たわけじゃありません。何を怒っているのかわからないが、昨日したことは君からしてきたことのはずなんだが。ですからあれは私の本意ではありません。現に今も。あれ？どうした？なんでもありません。私はもう帰ります。二度と話しかけないでください。知りたかったお姉さんのことはいいのか？またそんな、一体どうして？足を止めたってことはやっぱり俺の話を聞きたがってるんだな。違います。あなたの言うことなんて聞く耳持ちません。え？興味津々って感じだな。興味なんてありません。見たくもないです。意地を張るなって。興味があるならもっと近くで見てもいいぞ。また体が勝手。ふん。倉沢彩奈、明るく元気、困ってる人を見過ごせない性格、風紀委員であり学園のアイドル的存在、子供で俺の妹、毒舌で皮肉屋だ。松浦安寿、学園に勤める国語教師、自分の美しさを自覚しプライドが高い。ふとしたきっかけで手に入れた人体掌握能力、他人の体を自分の意のままに操れるようになった俺は、この力を使って自分の欲望を満たすことにした。これは俺と三人の奴隷の物語。相変わらずだらしない顔をしてるな。あんなのがいるなんてこの学園の格が下がるぜ。親のコネがあれば出来損ないでもエリートの一員になれるのね。ほんと目障り。屈辱。おはよう高崎くん。今日も難しい顔してるね。倉沢先輩、ちゃんと挨拶しないとダメ。おはようは？おはようございます。よくできました。はーなーまーる。あやな先輩。あ、ごめんね、風紀の子だわ。じゃあまた学校でね。やだ、ぼーっと見つめちゃって気持ち悪い。今日はリムジンじゃないのか？相変わらず脳が働いてないのですわね、お兄様。どういう意味だ？先にあの女を落とすとしよう。
それで私に相談って？はい、近くに来ていただけますか？大きな声では言えないこと？ちゃんがさあ、メインディッシュをいただこう。